はい、毎度チコラムチャンネルです。今日はね、久しぶりにサンダの方の、アゴルダムの方に、遊びに来てます。で、とりあえずね、ちょっと面白いスポットがあるっていうことなので、自然観察、生き物を、観察しながら、ちょっと探索の方をしていきたいと思います。じゃあレッツゴー。そしたらね、しばらく歩いてきましたら、ダムの方が見えてきました。すごい、山の中にあって、すごい綺麗ですね。ちょっとあそこにもちょっと写真撮影されてる方がいてますね。ちょっとこっちから覗いてみましょうか。高いから怖いですけど、こういう形になってます。紅葉も綺麗です。じゃあ次行ってきます。レッツゴー。あのダムの周辺ではね、ちょっとこういうおしゃれなであったり、音楽のイベントがあったりとかね、してました。楽しかったです。はい、ということでね、ここはね、ちょっと漁道ということで、ダムを建設するにあたってちょっと魚がね、ちょっと上流に上がれないというので、魚の道をね、ちょっと作っているっていうことで、そういうのを見学できるっていうことでね、ちょっとすごい楽しみなんで、やっていきたいと思います。こういう感じですね。そしたらね、こういう感じで、この堰の合間合間にこの魚がね、上に登ってくれるようにこういう形で、やってくれてます。すごい優しい、とてもいい試みだと思います。魚たちもきっと喜んでると思います。ちょっといろいろ探索していきたいと思います。どんな魚がいてるかな。すごい下から見るダムなんですけども、すごい立派ですね。でさっきの、魚道をね、歩いていた、ちょっとこういう建物がありました。自然の水族館って言ってね、ちょっと中どんな風になってるか覗いてみましょう。レッツゴー。ということで、見てください、さっきの魚道をどういう風に、魚が、登っていくかっていうのをここで観察できるみたいです。あ、いましたね。これはカマモツかな。ここにもね、その泳いでる魚がどういうのが泳いでるかっていうのが載ってます。こういうふうにね、レンジも置いてくれてるんで、ちょっとね、ここで観察して面白い魚が上に上がっていこうとしているところが撮れそうやったら、ちょっとカメラ回したいと思います。ちょっとここで待機させてもらいます。
はい、大井川ですね。大井川がまさに魚道を登ろうとしてますね。頑張れ。大井川いましたね。運が良かったらなんかうなぎとかも見れるっていう情報を聞いてるんで、あ、ちょっと今回見れるかわからないんですけど、ちょっともうしばらく、追い込みは観察したいと思います。そしたらね、とりあえずちょっと30分ほど、粘らせてもらったんですけども、とりあえずね、大井川と、おそらく川持つであろうという魚が、観察できたんでよかったです。でね、ちょっと残念なんですけど、ここの、魚道の水族館の方なんですけども、とりあえず4月から10月末までということで、11月から3月まではちょっとね、閉鎖されてるようなんです。まあ、ちょっとギリギリ間に合ったって感じなんですけども、またね、来年、暖かくなったらまたこちらの方いろんな魚を観察しに行きたいと思います。じゃあね、ちょっとまた帰り違うとこ散策していきたいと思います。じゃあまたね、頑張れよ。先ほどの、動いてた、ガラス張りのとこ、外から見たらこういう形になってます。ご参考にどうぞ。はい、そしたら、今日はですね、三田の青のダムの方にね、遊びに来させていただきました。すごいね、まあ、紅葉も見れて、でね、魚の、登っていく姿も間近で見れて、すごい楽しかったです。じゃあまた、チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いいたします。じゃあね、またね、バイバイ。はい、噴水すげえ、幻想的、こんなもん見れました。